それでは錦町虎舞をご紹介いたします。錦町虎舞は昔は門前虎舞と称していましたが、町名が変わりまして錦町となり、さらに現在は浜町三丁目にあたりますが、旧町名のまま錦町虎舞と呼んでいます。虎頭も古くは権現頭を虎のように彫刻したものを使用していましたが、大正時代に門前に移り住んだ藤沢氏によって現在の張り子となって、よりリアルなものに変化し、軽くて自由に虎頭を動かすことができ、活発勇壮に踊れるようになったと伝えられています。毎年10月に行われる尾崎神社の例祭、6月の渡墨神社の祭礼舞舞のほか、各種芸能大会でも披露されていて、現在5団体が指定されている市の無形文化財釜石虎舞の一つでもあります。それでは錦町虎舞です。どうぞ拍手でお迎えください。Thank you.
Thank you.
ご覧いただきました。